稲川さんのののの普段の生活が気ににななりまます。す食事や洗濯などをどのようにしていますか。あのね、私はさ夏のツアー中ってね、まあ、あの飲みに行く店はね結構いい店連れてもらえるんだ行きましょうよって言ってやってみるんだけどでも食事なんてほとんどさホテルの食事って大体同じようなもんじゃないですか特にそのコロナの時なんかは何だけそのた,たくさん人が来るからって避けたりしたでしょ 今年はね、まあそうでないけど、避けた時はどうするかっていうとさ、ずっとね、あの、要するにコンビニもんですよ。あっめるもんないし、あの、そこそこいいホテルってさ、なぜか知らないけどさ、電子レンジなんか置いてないんですよね。自分でそんなのやらないから。かといって朝からさ、梅雨も来たって、そんな早い時間に使ってない。というのは、相当早く来たりしますからね、時間の関係があって、早く来なくちゃならないんで。で、結果どうするかっていうと、コンビニなんですよ。も冷えたもの。次の日に食べれるもの。冷やし中華が多かったなぁ。 よくっただ夜になってね、まあ、時間があれば、まあ、ちょっと一杯やりくただ私あの朝しかあんま食べないんですご飯はね夜はあのつまんで一杯やるだけだからそうするとつまみっていうのもそう食べないし酒だけになっちゃうのかなですからまあ質素なもんですよね質素というかあの粗末なもんです食事なんかでもあのなんだけねそのなんてんうかなあんまりごてごてしたもんよりもその素材を生かしたもの焼き魚だとかさうん、うん あの本当に純粋なあの野菜のねサラダだとかさ味噌汁だとかあそんなもんが好きですねインスタントも結構食べてますよいろんなもんまあどうなんだろうなやってますがねで一応あの洗濯なんだっていうとあうちのせがれだとかね一応事務仕切ってる事務長の女性だとかまあ交代で洗ってくれますよで干してくれてるんですがね まあ、あとはクリーニングややるんですがそういったお米は助かってます。でも自分でもたまにね自分とかでもってあの台所でもってもの作ったりしますよ大したもん作んない。大、う、体、ん、炒め物ばっかりと思ってやってますからね、えー、ですから私の食べ物っていうのはほとんどそうバラエティー飛んでないというか、うん、そんなもんですよねただねカレーだけは自分で作ったカレーが美味しい私が作ったカレーは相当うまい相当うまいんですがなぜかね その私みんな炒めるんですよにんじんだろうがねそのま玉ねぎだろうがじゃがいもだろうがねできた瞬間や当たるまいんですがねで2日目は美味しいってけどその頃からだんだんね芋溶けていっちゃうんですよね、うん、これは辛いなうちのせがれが作るとね芋溶けないで大きいまんまあるんですがね、うん、まあカレーとかねあとはまあほら牛丼買いましたよ何十袋れでうちの事務長とね女性と分けたりなんかしてね みんな買っちゃうのあのソファアジアですか簡単にチンで食べれる美味しいやつね具がこ良かったねアジアですか二段かなかなってのとか買いましたよ。うんそれからあの鶏の入ったねあの結構美味しいうどんこれだとチンだけだもん。もう私にとって何が大変だってさみんな電子レンジばっかしお米の数はね少ないお米はご飯買ったんでしょチンやるやつやっぱりねでも案外とお米は少なくしてるんですよなぜかというと私はお米っていうのはカロリーあるじゃないですか。 そごでご飯って食べるとこの胃の中でもってねアルコールに変わるわけですよだったらっていうんで代わりにアルコールを飲んでるというですから朝はご飯食べるけど要するにそばだとかパンだとかまあたまにご飯も食べるけど朝そういったものを食べていて夜はご飯代わりに要するにまあアルコール頂い,いてるという、うん、それもしょっちゅうその日本酒だけだといけないんで、えー、焼酎のお湯割りや水割りや、うん、ウイスキーの水割りだとかやってますよねたまにはいいんですかね うん、まあそんなとこですかねやってますね <laughs> 同じこと書いてある「座長ツアー中の食事はどうされてますか同じ食べ物でもそのとそのとで味が違ったりしますか知ってんねいい質問するねまムダシさすがにが倉杉にこれほら同じ食べ物でもそのとおそのとおで味が違ったりしますか違うんだ東中華もうコロナ禍の時さうちの現場のマネージャーね たよまあ、場所は違うけどさちしたとねやっぱり北海道と沖縄とかさ、さ、まあ他もそうだけど違うの冷やし中華の味がうーんあれ面白いね多少ねその何て言うかな脂分が違うのか違うんけどねやっぱり味違いますよ冷やし中華のだから具も違ってくるしねなんとなくついつほとんど基本変わらないけどやっぱり多少味違うんですよねでも確かにそうとして食べるとの土地のね冷やし中華がうまいみたいに感じるんですよね うん、面白いですね。でもさ冷やし中華をさ4日5日続けて食ったことあるあと野菜サラダかなんかでもってで夜はご飯食べないからお酒だけだからとなるとご飯らしいのはずーっと毎日冷やし中華だけなんだよね体がやたらと元気になるねうんなんか知らないけど気が付いたらなんかスッとしてくるんだよね本番のツアーでもって語るのよ2時間終わるとゲソって痩せるんだよねあれ不思議だよね 冷、うん、やし中華は随分食べたな昔私あの立ち食いそばねえきそばとかねあるんじゃないあの立ち食いそば随分食べた好きで若い頃でさん食べて一時期ねある雑誌にねたきあの立ち食いそばについてのあの,あの,あの出したことがあるんですよ自分のそのページを、うん、あれルールがあってね、うん、私なりにはあるんですよ例えば割り箸ずーっと取っといてね臭い割り箸があったら匂いがついちゃって隣なのだから絶対に引き出しは隣に入れるんじゃないよって話ねうん とかのカレーをね作ってるところあるんですよ。立ちに蕎麦でカレー出しちゃダメ。新宿にあったんだけど、俺を注意したんだよその店に私ね。ダメだよと。カレーの匂いが強いからカレーうどんってのはわかるけど、それでそばを出すときにそばって人を引きつけるしカレーもつけるけどじゃあって二つやっちゃうと味がねごっちゃになってそのメリハリ聞かないやダメだったんですよね。説教しましたよ。それじゃあまたいつかこの場所で。 赤い花の気にせましょうかこれだこれだこだ変だ,だ,だな変だな変だないるんだろおい,おい